はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、神戸居留地のチューハイ、のレモンの糖質ゼロです。果汁が 1%、 アルコール度数 7% ですね。これ確か値段が80円くらいだった記憶がある。もうこれがね、かなり昔に買ったやつなんで、ちょっと賞味期限が切れそうなんで、今、9月24日に切れるんで、まあそこまで、まあまだ大丈夫だけど、まあ一応飲んどこうかなと思います。だいぶ埃が、埃かかってるんで、やべえ。飲んでいきまーす。チューハイも、まあ久々といえば久々。でもね、個人的にね、第3のビールはね、基本的に外れが多い。ので、それだったらチューハイ買った方が、まだ美味しい。基本的になんか第3のビールはマジで、ゴミばっかり、最近の。ピザポテト。もうこれがね、25g 入ってるやつなんですけど、これが4つで100円、105円の100円ショップで売ってたんで。お、安っと思って。大量に買ってきました。いただきまーす。あ、うまい。ピザポテトうまい。うん。こちらは、やっぱ糖類ゼロっていうのは個人的に気に食わないんですけど。甘味料が含まれてるんですね。だから、変な甘みなんですよね。糖類含んでないくせに甘くしようとするから、甘味料を加えないといけない。それによって、変な甘みになるって。って感じです。それは関係ないですけど、昨日だったか、すき家の、ね、すき家が提供する牛丼になんか雑巾みたいなのが入ってたっていう。ね。あれどうなったんだろう。すげえな。うまっ。結局あれはどうなったのかちょっとわかんないんですけど。
3DS 用ゲーム改造ツール、サイバーセーブエディターが発売予定です。何それ？このね、俺がね、個人的に好きなあのサイトがあって、合理的ゲーム速報ジンっていう、あの、サイトなんですけど。これが面白いですね。うん。お、今年は一等、ドリームジャンボ宝くじ。一等賞金1億円の当選本数が161本で、1億円の当選確率は1000万分の7。1000万分の7か。ということは、1000万分の7だから、142万分の1。142万分の1か。142万分の1。142万分の1だったら、まあ、まあ当たらん、ないだろうな。多分。まあ、俺、個人的にだけど、結構低確率を当てたことがあるんですけど、個人的な。うん。これでもね、25万分の1ぐらいです。せいぜい。うん。さらにその、まあ、きついわ。無理だな。1個確か300円ぐらいだっけ。宝くじ買ったことないから全然わかんない。ん？ちょっと待てよ。よく考えたら、それ一等の話だよな。ということは、二等とか三等とかは、もっと高いんじゃないか。まさか。宝くじ買おうかな。ドリームジャンボ宝くじ。ちょっと、ググってみます。億万長者の当選確率史上最高。昨年と同様だって。1億円が161本と、ああ。え、10万円が1000万円に1本当たるだって。1000分の1か。ドリーム10。だって。一等10万円が 4万本。え、これ1000枚に1枚だったら結構当たるんじゃないか。10万だろ。これちょっとあれだな。1000枚に1枚だったらかなり当たるんじゃないか。
かも10万だろ。やば。一等の前後賞が500万ですね。1億円のあれの、あれが。一等の前後賞が500万円。一等の組違い賞が、10万円。二等が100万円。三等が5万円。四等が2000円。五等が300円。これ当たるんじゃねえか。マジ買っとこうかな、これ。やば。買いたくなってきた。買ったことないんだよな。じゃあ、宝くじ。マジで。マジ買ったことないんだよな。ドリーム10。ドリーム10買おうかな。あ、どっちしようかな。なんか、買いたくなってきた。これ買っとこうかな、今度。ドリームジャンボ宝くじとドリーム10買っとこうかな。マジで。マジで。リアル、マジで。マジで買っとこうかな。1枚ぐらいずつ買っていこうかな。いや。ドリーム10を2枚。ドリームジャンボを1枚買っていこうかな。なんか当たる気がしてきた。買い方がわかんないんだけど。買い方がわかんないです。そこなんだよな。1枚300円だから、3枚買って1900円。900円だから1000円でお釣りが来る。うん。まあ、夢を買うのにいいんじゃないか。でもこれさ、10枚買ったらなんかいいとか。最低300円買えてくる。3000円で10枚だから。3000円が2700円に買えるのか。高いな。それはいいわ。3000円も買うあれがない。それだったら別によくね、1枚で。ね。だって組違い賞で10万円もらえるんだからさ。一等でも。一等の組違い賞で10万もらえるんでしょ?っていうことを考えれば、それだったらね、別によくね。まあ、それはあれか。人としてまああれ考え方の違いか。俺別にそれだったら俺にわざわざ2700円分買う必要ないと思うけどな。10枚買わないで、もう1枚だけ買って、一応、一等外れても10万もらえるわけだから。ね。ですよね。俺そういう考えなんだけど。だけど逆の考えとして、そのもう9枚買ってたら、つまり10枚買ってたら、一等が当たって1億円当たったって。そういうことですよね。そのために、ちょっと、ね。10枚買っとこうみたいなことっすよね。まあ俺どうでもいいんだよ。ほんとこういう宝くじ系って全然買ったことないんだよね。リアルに。唯一、宝くじで、当たったのは、忘年会の時になんか、3枚ぐらい配られて、スクラッチくじ。あれ100円ぐらい当たった気がする。100円当たって、うわぁ、交換に行くので100円、100円のやつを交換に行くためにわざわざ車で走って交換しに行くのめんどくさいから捨てたね。破りっすね。バカバカしいから。ガチでバカバカしかったのでやめました。
そういうことなんだね。まあ今度ちょっと宝くじ買ってみます。全く関係ない話題になったんだけど。ドリーム10。ちょっと待った。あれ？あ、6月7日までなんだ。なるほどね。で、ロト7が、一等利。一等が一等利なんだね。当選確率が、1000万分の1だね、約1000万分の1。当選金額が約4億円です。なんか、これを見るとさ、なんかあんまり、あれだよね。一等利っていうのを、一等当たって、1000万分の1なのに、たった一通りしかないのに4億円しか当たんないって。そう思うとやっぱりドリームジャンボの方が絶対いいよなって。思いませんか？個人的に。ね。まあ、次、あ、ちょっと、電池がない。やば。充電してこよう。よいしょ。全く関係ない話になったんですけど。まあ、いいや。とりあえず、次にちょっとまたもう一個、チューハイ飲む予定なんで。うん。まあこれ三つ星ですね。三つ星。それではご視聴ありがとうございました。